そうか、これは一応そうあるか、2000点でいいんです。秋そう、ただ食い三食ね、 G1 どうする、泣くのかな、泣くて泣いてもいいよね、どうなる、さしらとり赤嘘赤馬持っているが、あんこのシャアはおたかぜ、いや朝倉っていいんだけど、これ結局上がってもう一曲だから、そう高く上がりたいですよね、朝倉だけは逃げ切りが許されない、そうそうそう、上がってやったトップってならないんですよ、はい、だから仕掛けることもなんかちょっと許されないというかね、もったいないし、朝倉も厳しいですね、そうやって言われると、いやすごい厳しい、精神的には朝倉が一番嫌なんじゃないかな、本当ですね、今トップ目だけど、そっか、持っているところからマイナス30があるわけですね。いやそうですそうです、だとしても、まあ、もちろんね、こんなの降りてたらまくられちゃうから、行くしかないんだけど、ただ朝からこういった局面はもちろん何度も経験しているでしょう、そうですね、もう修羅場はいくらでもくぐってるんで、まあ本当に一番得な選択を淡々としてくれるとは思うんですけど、はい、魚谷リアンシャンテンですが形はいいです、うー、じゃあこれそうだよね、そうだよね、789のコースは残す、だから多分全部 C だよね、多分そうですね、9も、うん、9持ち、1番持ちで、1番子2枚、さあこれでソーズ2メンツ想定、いいシャンテンだ、はい、両面2つのいいシャンテンは朝倉、ただ上がってももう一曲ある、そうピーク伸びにするんだろうな、多分な、ピーク伸び上がってもね、1500上がったところでって感じじゃない、リーチ棒出すとそうなのよ、もう勝手に3着になりますけど、勝手にね落ちてきてくれて、何ですかこのオラス、本当やだ、やだじゃないけど、秋の手も難しい、うわもう3色にだいぶ絞ってる感じかね、はい、ペンちゃんペンさんは引いたら面前のピンフ、ええ、行こうと、うわーこれどうするどうする、貼る貼らない、貼らない、あ高くなる、選択、はい、選択だ、リアグソ薄いんだということですね、迷わず選びました、うん、迷わなかった、リアグソ薄かったから良くなったんだけど、その点が魚谷もどうするか、現在3着目、ただ横移動での着順アップもありそう、そうこれね、何も吐くもね、一切れで安全牌としても届きたいし、重ねたいもあるよね、なるほど、1000点トップだもんね、したいですよね、この状況、うひょーこれ E1 切ったら今度タンヤも見えるな、クイタンも仕掛け、ただね肩上がりコースもある、ペン6ペン6ですからね、789にするか678にするかってことですよね、ですよね、これだってこれなんか無駄に高いけどどうする、赤ですが今はもう打点より何点でもいいから上がりが欲しい、もう本当にいいシャンテンの白鳥、1000点でいいのに赤赤、うわこの曲ほんとなんか地味だけど幸運してくるな、これ、あー引いた、3万引いた、あこれ2面2面にするよ、しかも6泣けるし、一応6泣いて片上がり単位のコースも取れる、そう一応ね、いつか取るかもしれない、今は嫌だけど、9番から行くか、パーマンから行った、今は泣きたくないけど、はい、うわこれしびれる、最終局面リーチ来るか来ないのか、来ないぞ、ただ朝倉がリーチと言ったらまた空気は一変します、変わるね、もういやもう魚谷どうする、飲め一杯にはでもしたくないよね、ピーフ飲みでいいんだもんね、そうですね、そうそうなの、進むに強い、あー勝った、勝った、これは勝ちそう、ロッキューピン待ち、ちょっと待って、ロッキューピン強いんじゃないの、ほら朝倉2枚白鳥1枚ですね、ジェマさん、あーでも面白い、リーチだって、もう何白鳥がリーチ、そしてこの町はカンチーピン、カンチーピンはね、チーピン朝倉2枚、秋1枚、山には残り1枚、待って待って、これちょっと朝倉9ピン切ったら地獄行き、キューピン切ると朝倉4着 4着だ、あ、いいそういった、はい、え、しびれる、怖い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 、うわー、いいシャンテンなった、はい、魚谷も2面2つのいいシャンテンです、なんだこりゃなんだこりゃ、めっちゃ怖いじゃん、ただローキューピンが強い、いや全然強い全然強い、え、めっちゃ怖い、これどうすんの朝倉、どうすんの、でも行くよね多分、あ、行った、テンパイだ、リーチだ、あ、違う、チーワン現物だ、チマン現物、ウーパーマン待ち、下もパーマンはリーチの現物、でもでもただもう一曲やらなきゃいけない、そう、あ、リーチの現物じゃない、チーマンが現物、あ、失礼しました、そうです、チーマンが現物、うん、パーマンは秋の現物ですが、はい、え、何これ、もう面白すぎて、でもなんかもうリーチするの、チーマン切るのは切るけど、はい、ダマかリーチか、今朝倉コンピューターがぐる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 回転してますね、はい、ここは時間使いましょう、いや使うでしょうよ、最終局面、大事な大事な分岐点、ただ降りたら間違いなくトップは取れないんですよね、それだけはもうほぼ間違いないじゃないですか、まあ一的にはもうしょうがないから、トップが欲しい、いやでもこれまた降りてきてくれたからね、本当だ、そう、この場のリーチ棒だけで皆さん条件満たすんですよ、あのね、今魚谷がトップ目ですね、249で、なんえ249がトップ目、2万5000点持ちで2人とも245、246になってる、不思議、うわどうなっちゃうこれ、何は、あー違うか、パワーかと思った、びっくり、うわこれしびれしびれ、どうなの、ロッキューピンなの、ウッパーなの、何なの、
やこれロキピ使うのほんとかわいそう。どうなの朝倉ピン、朝倉ピン、朝倉ピンが誰ですか。ラスになっちゃうかもしんない。でも誰もラスになりそう。もうよくわかんないけど、ウーパーマン山に3枚ありますよ。ちょっと待って、あのね、二階堂秋が積もっても朝倉さんラスじゃないの、もしかして。そういうことだよね。ほんとだ、リーチェコを出しちゃったから。怖っ怖っ。でもウーパーが強いか。でもロキピもあるよね、まだね。いる。うわ、痺れるすぎる、痺れるすぎる、痺れすぎる。あー、ウータン言ってれば天敗だけど無理がある。なんだ、何追ってくる、何何。あー、もうなんかよくわからな い, いローキューピンも3枚だ。だよねだよね。ウーパーマも3枚でしょでしょでしょ。どうすんの。チーピンは1枚。うわ、どうなる、痺れるよ。3対3対1どうなっちゃうのよ。あて、上がってた、ウータン得だった。んでも厳しい、これは囲まれていたウータンに打ったラスだもん。うわ、何これ、どうなってんだろう。え、待って、ヨタニどうすんの。こっから上がりに行く。え、シャーパンキーある。え、一品一人通ってるよ。上がればトップ。親には通ってる、うん、上がればトップ。降りたらでも分かんないな、何着か分かんないな、うん。シャーは白鳥にゃんこ。そっか、シャータンキーはダメだ。ただそんなの分かるはずもない。場、うん、には一枚も見えていません。あと流局したら一応もう一局あるからね、朝倉が上がるから流局したらまだトップチャンス残るから、はい、降りるか、降りるか。なんという難しい。いや難しすぎるね、これ多分 M リーグ史上一番難しいオーラスじゃない。見たことないです。ないよ、だってこんな点数見たことないでしょ。249トップ目はね、そうそう、今249マージャンでありました、こんなこと。今リーボーディンフォンでって、すごい、この人今トップ目だ。そうです、限定ないのに。意味がわからない、もうなんか悩んでる姿もいいですね。はい、そんなこと言って怒られちゃうか。いや、カメラも寄っていく、寄るよねそれは。いや本当これはだから、とにかく考えてることはしっかり降りるのか。え、アンパあるよね。アンパがないの。それもなんですよ、秋まで考えた時切れる範囲がもうないんです。そうか、中杉の嘘。そうだね、中杉の嘘が、まあでもだいぶ通りそうだね、確かにね。やっぱもう降りを選択ってことですね。あ、ロピンだ、ロピンだ、秋の上がり。最終局面制したのは秋です。太陽ピンフドラ赤8000点ってことは、朝倉はリーボー出したから3着だ。そうです、ウータに降りて2着、ナイス2着ってことだ。さあ秋がオーラスを制して風林火山に1ヶ月以上ぶりのトップをもたらしました。うわ、ありがとうございました。そしてこのリーチ棒1本の差でウータニが2着、朝倉3着、勝負に行った白鳥がローピンを掴んで4着となりました。